して初めて浦和という、はい、まあ、埼玉浦和という、はい、土地に、触れたわけですけど、はい、静岡に住んでる時の浦和のなんかこうなんかイメージってどんなイメージに抱いてました？サッカーが強いってのはぐらいですか？浦和のイメージはですね、まあ、静岡からするといやサッカー王国静岡でしょっていう。やっぱりそうね。いやただその前を振り返れば浦和なんですけど、うんうん、まあ、僕がその世代の時は、ね、ここサッカーにしても、まあ、いやいや静岡でしょっていうような時代だったので、浦和ねっていうのと、あとはレッツが弱かったので、あの浦和レッツでしょっていうような、そういう感覚を持ってました ね。いや地元清水はそれなりに、うんうん、みたいな感覚を持って、うんうん、僕初めてあのレッツさんからお誘いいただいて、あの試合を見に行ったんですね、駒場に、うんうん、その時にちょっと僕の中ではこう衝撃が走ったというか、うん、当然あの僕は清水の日本平試合よく見に行ってたんですけど、うん、やっぱあの空気とは全然違う浦和レッズ独特の、はい、雰囲気で、こんなに熱狂的なんだ、うん、いや清水よりもサッカー熱あるなっていう風なのが衝撃的でした、うん、なるほどね、うん、そうですか。その頃のサポーター必死だったんだ、サポーターがあんまり強くなかったから、うん、だそういう熱気がやっぱり伝わってたんじゃないのかな、うんうん、そんな思いはするよね、はい、ね、そうですか。あの実はね今2018年じゃないですか、うん、ちょっと鈴木さん絶対答えられない質問していいですか、はい、今年埼玉サッカーが埼玉にサッカーが誕生して何年目だと思います？まあ答えられないですよ、ね、そうですよね、あの区切りがいいんですよ。うえ、そうなんですか、はい、60年その約倍です。120年110年なんですよ、ちょうど。そうなんです、110年前の7月にですね、あの要するに東日本で一番初めにサッカー部、蹴球部を立ち上げたのが今の筑波大学、その前の東京教育大学、要するに東京高等あの師範っていうところだったんですね、うん、でそこの卒業生で、がですね、卒業してから今の埼玉大学の教育学部の前身である埼玉、高等師範に赴任されたんですね、うん、そこで、サッカー部、蹴球部を立ち上げたのが、埼玉サッカーの始まりだと。細木さん、そうです、その通りですね、おっしゃる通りです、ね、1908年のことですか、うん、うんと、そういうことですよ。すごいな、そう、そんな昔からサッカーだったんですね、明治、うん、明治12年そうです、いやだから東京はもっと早くからその今の筑波大学の前身がサッカー部立ち上げてたんですね、細木志郎さんっていうすごくあの早くてうまい、フォワードと知ってましたけど、だから埼玉師範で埼玉のサッカーが始まったっていうのは非常に大きな意味があってね、はいはいはい、結局埼玉師範っていうのは学校の先生を作る、うん、養成する学校だったから、そこでサッカーを覚えた人たちがみんな埼玉県内の先生になって散らばっていって、うん、それで子供たちにサッカーを教えるという形で、それで普及していったってことなんですね。で聞いた話ですけれど、はい、特に浦和地区はちょっと優秀な先生ね、優秀な先生は浦和地区に置いてっていうふうに聞いたことがあるんです。なるほど、だから浦和強くなったみたいな。あ、そうか、それは多分いろいろこうやったんだけどね、浦和地区だけはちょっと、うん、あ、ただ ね、その頃ね、僕今82ですけれども、なんか縄文時代のサッカーを話すようなことになって恐縮なんだけど僕ら中学の頃、例えば小玉とかね、ああいうところもなかなか強かった、はい、強かったです、ね、ああ、そうか、はい、ね、私の県の大会の決勝戦は相手小玉だ、うん、はい、小玉が一時期強いと、ね、強かったですよ ね、 そうですよね、はい、それは私今57なんですけど、うん、私が中学高校くらいまでは小玉は本当に強かったです、うん、で埼玉は浦和南と浦和西と、うん、まあ、浦和市立は落合さんに失礼ですけど、うん、若干ちょっと落ちてたんですけど、うん、あと、うん、もうどこが出ても全国の優勝候補で、小玉も実際にあの高校選手権に1回しか出てないんですけど、あのインターハイには優勝してまして、あの三菱で落合さんと一緒にプレーされてた方も何かいらっしゃる、長尾さんでしたっけ、長尾とかね、長尾、梅田、根岸、はい、はい、そうですね、ね、それでね、だからもう一度ちょっと恐縮、埼玉市販に、はい、あの浦和で行くとね、白旗中学が強かったんですよ、はい、僕は附属中学だったんです、打倒白旗中学、あ、
ところがなぜ白旗中学が強かったっていうと、白旗中学に埼玉師範のサッカー部出身の池田球先生っていうのがおられた。それで池田球さんの時に埼玉師範は初めて全国優勝した、はい、その先生が白旗中学の先生やってるから強いんですよ。おっかない先生だったけど、おっかない大事よね、うん、我々いつもね Q さんですね、はい、ね、うん、体大きくて、ね、うん、後にあの埼玉県サッカー協会の副会長をやられてて、そうですね、今落合さんがで大声で言ってるんですけど、うん、マイク拾ってますから見たから本当、すごい、そんなに怖い先生がいらっしゃるんですね。すごい先生。まあでも鈴木さん昔はみんな怖かった、ね。いやまあまあ、ね、僕の、うん、まあ小中の時も怖かったですよ。怖かったよね。静岡の先生も怖かったですよ。ね、で、あのそれでね、その細木先生の指導でやっぱり埼玉市が強くなられて、で旧制浦和中学校にも実はあの草田さん4回指導に行かれてるんですね。うん、そうでしたかね。そうなんですよ。ね、それでですね、うん、まあ、あの633世にあの学校あのあれで変わって、うん、それで旧制浦和中学校から新制浦和高校になってからですね、うん、こう そっからが本当の埼玉のサッカーの栄光の始まりなわけですね。あの久田さんが1年生の時にですね、うん、全国高校今のサッカー選手権の第30回大会で久田さん1年生で、うん、あの優勝されてるんですけど、そうですね、昭和だから昭和26年、もうほとんど70年近く前でしょ。それが広島国体 で、ね、はい、で三国ヶ丘とやって 1-0 で優勝して、それで年が明けて1月の全国高校選手権、これもまた相手が三国ヶ丘で、これもまた 1-0 で僕らが勝ったとい う、はい、 そういう始まりがありましたね。 それで、まあ、国体の後に昔は引退がなかったんで関東大会っていうのがあったんですよ、うん、でそれも取って、そうだ、史上初の三冠って言ってね、はい、そうでしたね。で三国学校ってのは川口三郎さんの母校、そうなんです、うん、あ、そうなんですよ。だからね、僕はね早稲田で、川口三郎と一緒になったんだけども、そういう高校時代の2年はねずっとあって、今もだから三国学校高校の OB の皆さんみんな80、我々と交流があるんですよ、うん、でそのなぜ先ほど冒頭に伝説のチームかって言ったらですね、こう初めのチーム立ち上げた時が1月の新人大会で浦和西高校に7-0で勝ったんですよ。で今草田さんおっしゃられた通り、新春の、高校選手権の決勝で三国が勝って、これ52連勝したんですね、無傷の。それで新チームがそれを引き継いで、あの大横綱の双葉山と同じ69連勝まで伸ばしたんですよ。そう69まで行ってですね、70に行くところでどこに負けたんですか、ニラザキへ遠征して、アウェイでね、ニラザキへ行って、ニラザキ高校のグラウンドで雨上がりのカンカン照りでやってね、負けちゃったんです。そこでだから70連勝はならなかったという、だからニラザキはそういう意味じゃ非常に思い出に残って、後にほらあのニラザキ出身は中田秀です。そうですね。はいはい、そうですね。我々世代横森先生。監督さん。そうですね。あとあの八重田君とかね、名選手がたくさんいましたからね、うん。そうなんですね。それでだからね、そういうことでやっぱりあの時はちょっと草田さんのお父様が今でいう日本代表選手だったんですよ。それで草田さんが1年生の2学期からコーチとして浦和に来られて、そうなんです、そうなんですね。最初浦和の先輩諸君もそれ知らなかったんで、途中で気がついて、うん、あそれじゃあって言って、僕嫌だったですけどもね、だって親父がコーチで嫌じゃないですか、うん、まあしょうがないって言ってね、コーチやってました、うん、そうですか。それでちょっと静岡の話にね、これをリンクさせて今行くわけなんですけど、実はね鈴木さん、あのその時に実はあのね、天皇杯ってあの時久田さんがだから1年生の時、まあ2年生になった時かな、うん、あの頃は天皇杯って5月とか6月にやってたんですよ。それで藤枝で1回やってんですよ、天皇杯を、はい、ですね、大会を
そうです、天皇杯、ですね、1952年の第32回天皇杯っていうのは、うん、5月5日から6日まで藤枝町でやってるんですよ、うん、それで藤枝町から浦和高校に招待状が来たんですよ、うん、ぜひ前座試合に来てくれと、うん、で藤枝東高校で藤枝東と試合を2試合やってるんですよ、うん、それで JR 藤枝の駅を降り立って町を歩いていたらもうそこら中の電柱とかですね、あの街路樹に52連勝の裏子を来たるっていう張り紙があって、それで藤枝もサッカー町を挙げてサッカーで町おこしをしようっていうのがあって、うん、そこでその浦和高校草さんも行かれてるんですけど、天皇杯の前座試合で高校生がすごいですね、そういう時代があって、それでその11年後に落合さんがいた2年生の時の浦和市立と決勝をやって落合さんが負けたって、うん、それ言わないようにね、あ、そうそう、藤枝東が初優勝した、うん、そうそう、決勝戦、うわー、ものすごい因縁があるんだ、そりゃすっごいミスしてんのそうなんですか、そう、あれ 1-0 でしたっけ、 1-0 です、あ、PK ですよね、確か、あ、PK PK ですよね、決勝点が点取られたんですけど、あの写真はね、私のボレーのすっごいシュート、全部隠しは、うん、ね、それをあの向こうのキーパーが綺麗にセーブしてるようなのが写真に載ってたんだけど、お前はこんな写真ばっかり使われたけど、お前はもっと決めていいところミスしてんだぞって先輩からみんな言われましたから、全然大きく記憶ないの浦和一律は僕は恨みの一律なんですよそうでしょうね、でもね、だってね、僕ほらさっき申し上げたように広島で優勝して、翌年の1月に西宮で優勝して、はい、そして僕が2年になって、はい、で2年生になったインターハイ、つまり西宮大会の埼玉県の予選の決勝、浦和高校一律なんですよ、はい、それで 1-0 で僕ら負けてたの、はい、それでタイムアップ寸前に PK 取ったんですよ、はい、それで1年から出したフォワードは僕だけだったから、うん、上級生がいたんだけど僕が蹴ったのPK、入れれば同点、はい、外したんですよ取られたんですか、外したんです、いやいや、右に外したんです、外したんだ、右に外、今でも忘れられませんよ、因縁なんですね、あ、それでもうつまり2回連続西の上に行けないというのが、それ、あ、うん、なるほどね、もうね、でも埼玉のね、高校の決勝戦っていうのはもうドラマだったんだよ、うん、そうですね、もう本当に私がよく覚えてるのは、うん、やっぱり浦和高校と浦和市立がやって、うん、で決勝戦なんですけど、うん、ゴールキーパーの島村さん、フリーキックがあってゴールキーパーをフリーキック蹴りに来たのよ、スパーって決まったから、あれはよーく覚えてるよ、うん、何ゴールキーパーあんなフリーキック決めちゃうの、うん、そんなこともあったからね、だから試合はどっちが勝ったっても全然覚えてないんですけど ね、 あ、なるほどね、それだけはものすごく覚えてますよ、うん、あの決勝戦はすごかった、そうですか、はい、まあそれでね、やっぱりあの浦和高校のまあおかげと言ったら言い過ぎかもしれないけど、やっぱり藤枝東も非常に強くなって、翌年も連覇してるんですよ、選手権で。でその数年後にはあの史上初のもうインターハイありましたから、インターハイ国体、選手権の史上初の三冠を取ったという、あのよく浦和南が史上初の三冠って、あの赤木氏のイレブン永井さんの時が三冠って言われてますけど、本当の初めの三冠は藤枝東なんですよ。ただし高校選手権で秋田商業と決勝で両校優勝だったんですね。なるほど。で浦和南は全部単独優勝してるからというくれがあったんですけど、でそれからだんだん藤枝から清水にそういう歴史があるんですね、ところなんですよね。藤枝東にはね、僕が早稲田の現役の時に夏の合宿のコーチに行ってたんです、2週間、そうなんですか、藤枝東のコーチだったんです。でついでに申し上げればね、ニラ崎にも僕がコーチで行ってんの、夏のガス。だからみんな強くなってるんですよ。だからそれをわーって広げるとね、かの中田、彼は僕の教え子である。長谷部誠もそうですね。そうですよね。もう藤枝たくさんいるしね。あれ長池先生でした？その時あの藤枝東の監督長池先生、ね。いやまだじゃない。違いますか、うん。と思うよ。まだだと思うよ。あの頃はね、あ、なるほどね、でもやっぱりその昔鈴木さんが
子供の頃って浦和と清水って定期戦やってたのを覚えてます？少年団の。分からないです。あ、そうなんですか。そうなんですよ。いやでも、例えば FC 浦和、このままでねやってたんですよ。そうなんですか。そう。でもそのもっと昔のルーツと下がると、やっぱり浦和と藤枝のこう定期戦だったんですよ。で、これまた面白いんですけどね。1968年から藤枝氏は浦和氏と交換親善サッカーっていうのをずっとねこうやり始めたんですね。だからやっぱり本当にこう浦和と静岡、やっぱりサッカー王国同士が両方こう切磋琢磨し合ったっていう歴史もやっぱりもともとたどると埼玉市藩浦中浦子っていうのが流れがね出てくるわけです。ですから、まあ、浦和は選手権で3回優勝して、その次は浦和西高校が1回優勝して、でその次に落合さんの浦和市立がやっぱり埼玉で最低優勝なんですよ。4回優勝してますね。はい、で浦和南が3回で続いてると。で浦和以外のチームは武南だけなんですよ。武南が1回だけ。あとは全部浦和。なんか僕はその静岡に行った時は静岡がってずっと思い込んでたのが、うん、まあ浦和に来て浦和の人たちにそうやって教えていただいて、うん、あ、浦和が先なんだなっていうのをなんとなく今、うん、理解しながらっていう感じですね。で大事なのは浦和なんだよ、はい、埼玉じゃないんだよ、うん、それはやっぱり違うよね、うん、それはやっぱり浦和の人はそう、はい、藤枝でしょ、清水でしょ、浜なんでしょ、はいはいはい、違うんだよ、浦和なんだよ、ね、うん、そう怒られちゃうけどね。でね、もっとうるさい人は、うん、浦和でも中学校はあの中学校は浦和じゃないって人もいるのね。田舎に来たらダメだって。例えばこの辺の岸中とか徳中とか木崎中とかねあるんですけど、田舎に行っちゃうとあれなの、浦和の中学校じゃないよって、ね、例えばどこですか。いやそれ言えない鈴木さんが昔住んでたような向こうの方ね。なるほど、いろいろねあるんですよ。でも我々的にはね、あ、ごめんなさい、我々的にはやっぱり浦和校よね。いや、そうでしょうね。やっぱり浦和校。落合さんは、それは小学生の頃、浦和の近くに住んでて、そうそう、ほとんど毎日ボール拾いやったんです。そう。試合になったらいつもゴール裏、あの頃はゴール裏試合見れましたからね。ゴール裏にネットに触りながら浦和校へしてたから。へー。もうそんな少年だったから。落合さん小さい時ですか。そう。小学校の時。浦和校の高校生も本当に今でも名前ポパパパパパって出てくるから。そうだ、ね、そうだ、その頃はだからね、浦和高校のグラウンドからね、冬はね、練習中富士山が見えたんです。あ、そうですよね。そういう時代ですよ。富士山が、富士山が見えた。浦和高校抜けてるわけですね。抜けたんです、向こうまで。それはね、あ、でも僕もさ、ちょっと話が、あの今の時代になっちゃいますけど、僕もこちらに来た時に埼玉新都心がもう全く何もなくて、やっぱもう時代が変わるんだなっていうのも、さらに浦和から富士山が見えた、ね。なるほど、まあ僕はいつも富士山普通に見えてる。近場だしね。で昔は要するに駒場とかね、大宮サッカー場はなくて、その高校の主要大会の準決勝とか決勝っていうのはやっぱり浦和高校とか浦和市立高校とかでやってたわけですよ。だから二重三重の人影ができて、うん、あ、そうなんですか。学校のグラウンドは浦和高校のグラウンド、本当に二重三重でしたね、うん、で私はそういう話になっちゃっていいですか。そういう話になっちゃうとね、日本のサポーターの第一号がそこにいたんですよ。私が言わせる。それ僕、あのほら中宮、あー、はい、ラーメン屋の親父さん、あー、そうだ、あの親父さんのことはよーく覚えてる、はい、うん、あー、腕のこんなすごい親父でしょ。もうこうやあの子ラーメン屋、うん、ラーメン浦子の杉さんこうやって運んできたから、うん、で浦子の先生がよくね頼むんだよラーメン、うん、ね、でこうやって運びに来るじゃない、うん、帰らないんだから練習ずーっと見てんだから、そうなんですか。もう応援するというか必ずあのこういうね、ちょっと変わったほら帽子をかぶって、はいはい、それで見てんだから。どんぶりをねものすごいいっぱい、ね、積んで ね、そうですよね、てて、しかも自転車がね。そうなんです、そうなの。あの人がもう絶対サポーターの第一号だと思うもん。それぐらい一緒に残ってるから、うん、あれ今ないんですよ ね、うん、ね、あれ天野川天皇があそこの横にあったの。ああ、そうでしたかね、はいはい、私ですね、もちろん静岡がサッカー王国っていうのはもうよく身をもって分かってたんですけど、改めて僕ね、静岡やっぱりすごいなと思ったのが、1991年にあの静岡でインターハイがあったんですね、うん、で私その2年くらい前にですね、要するに J リーグプロサッカーができそうだっていう機運があったんで、こうさ、いろんなところにこうあの
いろんなところの県協会に取材をしてたんですね。で静岡に行った時に静岡県サッカー協会 の理事長が堀田先生だったんですよ、はいはい、で堀田さんのところに行って取材をして、まあ、いろんな取材しましたけど、まあ、要するにねもし日本 J リーグって言葉はなかったですから、またプロサッカーができたら、うん、まあ、清水にね、クラブを作るんだって。で今よそに出てる清水出身の選手を全部連れ戻して一番日本で一番強いチーム作るんだなんて言って、僕はそんなこと、清水だって岩田があるあヤマハがあるから絶対そんなことできないだろうと思ってたら、まあ、実際そうなったんですよ。でもう一つすごいなと思ったのが、再来年インターハイ静岡でやるんだけど、これ史上初の1回戦から全会場芝生でやるって言ったんですよ、うん、そんなことできるのかなと思って、僕も何十回もインターハイの取材行ってますけど、1回戦から準々決勝くらいまではまず学校のクレーの2のグラウンドでやるんですね。で準決勝と決勝ぐらいが、どっかの、まあ、大きい施設の芝のグラウンドなんですけど、本当に全部芝の史上初だったんですね、静岡インターハイが。ああそう、それでもっと驚いたのが、多分落合さんもいらっしゃってますけど、藤枝市民グラウンドに準々決勝でブランと東海第一高の、はい、上りの時、準々決勝、はい、上野、そうです、ね、見に行ったんですよ。3対1で東一が勝ったんですけど、試合内容は無難の完勝だったんですよ。それで僕は記者席にいて、カメラマンの人がいて、カメラマンの人と、僕も昔ヘビースモーカーだったんで、ハーフタイムタバコ吸いに行った時に、川野、静岡お前浦和とは違うな、どうしたんですかって言ったら、お前無難の選手にみんな拍手したぞって言って、やっぱりここはサッカーどころだなって。それで普通は対戦相手なんか拍手なんか、まあ歓声ぐらい上がったとしても、うわすごいすごいって、もうすごかったんですって、相手の敵の、そんなことがあったんだ。だからやっぱり静岡の連中ってのは目が超えてるなって、そのカメラマンの人がもう目の前で撮ってましたから、そういうこと言ってたんでね、やっぱすごいなと。芝生でね、思い出すんですけども、僕らの時代、浦和高校時代に全部ね泥の上でやってたんだけども、県大会の決勝だけはね、大宮競輪場のあの中芝生でしょ、はいはいはい、あれが唯一のね、多分あの当時埼玉県内で唯一芝生のサッカーのできる場所だったんです。あそこで決勝戦やったんです。あそこ芝生ってできたんですか。そうなんです。あれがね、だからあれは大学になってからもね、僕らの時代はほら芝生の上なんかでやったことないわけですからね。その時は高楽園競輪場の、はいはいはい、中の芝生でとかね、国際時代でみんなそれやってましたよね。そうですよね、はい、確かにね。そうか、大宮の競輪場で、大宮競輪場なんです。あ、そうなんだ、記憶なかったな。だからね、それまで土の上でやっててね、大宮競輪場って結構いい芝生だったんですよ、それとね、ものすごく急に上手くなったよ、ね、だってね、ボールふっと浮いてるわけでしょ、はい、本当にそうだよな。あれ忘れなかったです、あの芝生の感触ね。なるほど、芝生は憧れるもん。そうそう、鈴木さんなんかもう子供の頃からやっぱ芝に慣れてたわけでしょ、やっぱり。いやー、どうですかね、まあでもそうですね、小学校の上の方の試合に行くと、大会に行くと、まあ、大体準決、決勝、芝生とか、もう日本平ありましたから、まあそういったところでやらせていただいたり、草薙球技場でやらせてもらったりとかですね。だからもうそうですね、大体芝生でやってたかもしれないですね。あ、すごいな。だからね、僕はそういうことを聞くとね、だって僕ら中学1年の時からサッカー始めて、その頃裸足が大半だったんですよ。え、裸足ですよ。それからマシなのは運動靴履いてた、1年の時は。それで市民大会とかのやってたんですよ。だから北浦の東口の北浦小学校ってね、今あります、あんなとこが会場になっててね、あそこの写真が非常に貴重な写真がちょっと残ってるんだけど、僕がね靴らしいものを履いてる、僕の相手はね運動靴で鉢巻きしてた。 あの時代みんな鉢巻きしてた。あ、そうでしたよね、だいぶ私と違うね。10歳違いですよね。いやいやいや、裸足でなんて全然。あ、運動靴はありましたけどね。運動靴がね、あのスパイク買ったのはもうよく覚えてるけど、高校の時、あ、大宮行ってスパイク買いに行って、めっちゃくちゃ嬉しかったから、いや、それはよく覚えてる。帰ってきてもう磨いてばっかりだよ。使わないんだもん、磨いてばっかりだから、嬉しくしょうがないから。
そんなのがあったけど、やっぱ裸足っていうのは初めて聞きました。裸足で、あの要するにそう市民大会なんかのやつ、裸足でやってました。そのための非常に面白い蹴り方をする名人がいてね、足の裏でパーンと蹴る人、いろんなのがいたですよ、そういう時代は。でもあの頃はあのハリボールですか、縫いボールでしたかね。縫いボールです。じゃあ重くてはそんなに裸足は蹴れないですよ ね、 だけどね。まあそうですね。だから雨が降ったらもうヘディングやったら脳震盪ですよ、そのためにクラクラって。わかんないだろ。だから鴨本さんこんな足とかになっちゃう。違う、それはまた別だけど、もう本当ヘディングは嫌でしたよね。嫌、ね、ですよ。ヘディングの練習なんかやられると雨の日ボール重いから、うん、蹴られてガーンとガンガンガンこうなるもん、変えるボールがないんだから、一つのボールでやってるわけですから。そうよ。いやー本当にもう我々の世代じゃ甘いですね、うん、だからサイドチェンジね、サイドチェンジみんなほらボール軽いからドーンっていくじゃない、はい、我々の頃は重いから重いから大変だった。大変だよ向こう行くのに。本当だよ。でもそういうのありましたよね、やっぱり重いっていうのはね。そんな時代だよ。だからやっぱりね、あの本当何回も言うけど、裏のサッカーって裏子、ね、うん、まずはね、そうですね、まずは裏子がサッカー強くして、で裏子の生徒優秀でしょ、俺はそれはやっぱり大事だと思うよ、うんうん、裏のサッカーは優秀な人がサッカーやってで強くなっていったっていうのはやっぱり大事なんじゃないのかなと思うよね、うん、それで今日ちょっとご覧になったと思うんですけど、この浦和サッカーストリートのね、うん、いや素晴らしいですね、あのねタッチパネル式のですね、うん、電子の広告とかですね、うん、ああいうのがやっぱりまたですね、こう一つ浦和のここが名所になって、今 なかなかこうレッツさんもですね埼玉スタジアムで試合を やってますので、なかなか浦和の街に、うん、でこうファンの人とかがですね、また再スタから戻ってくるっていう機会が結構少なくなっちゃってますけど、うん、まあまたこういうこう一つの名所ができたことでね、どうでしょうか、浦和のこう街も少し活性化して、さらに活性化していくようなと思います。僕ね、だって昔ね大会、全国大会で優勝で帰ってきたけど、この浦和の駅前の小さななんていうのかな、広場で祝勝会やってね、裏側まで更新したその場所の下にこんなのができてね、しかもこれは日本で初めてじゃないの。そうでしょうね。そうでしょ、僕はね、もっと言うとね、世界的にもこの通路、この展示は珍しいんじゃないかな、ほとんどないと言ってもいいくらいです。ないでしょうね。あれ鈴木さん、うん、あれ知ってました、あのチームラボっていう、こう結構世界的にこう有名な、はい、あのコンテンツ、はい、あもちろん、そうですか、はい、なんか素晴らしい、なんか知能のデジタルの、ね、テクニカルの、うん、面白い、ね、グループ、はい、ことをやられてますからね。あ、そうですか。まあ、でもやっぱその人が通るところとか人が集まるところにこのレッツのこういう、まあボルテージがあったりサッカーに触れるっていうのはものすごくこう、まあ、サッカー人からすると、まあ、いいなって、うん、いい試みだなって思いますよね。それだけこの場所を作るだけの認知とそれだけの功績があるっていうことは浦和の町だからこそできたものなのかなと思いますよね。なるほどね、いいこと言ってくれますね。いいこと言うよね、本当ね、ありがとうございます。いや本当そうだと思うよね、うん。で私もやってさっきちょっとねこうやりましたけど、タッチパネルで昔のよく映像が出てきたりするじゃないですか、うん、やっぱああいうのも今の人たちが見れるっていうのはものすごく大事よね。その通りです。そうね、そういうもんだと思う。選手を見た方がいいですよね。もう本当ね、そう思うけどね。選手を見た方がいいですね。それはね、本当そう思うよね。歴史を知るって、うん、なんか最近すごく大事だなって思いになりました。思うようになった。勉強になってます。だって歴史があって今があるんだからね。ね、やっぱり歴史にきちんとね目を向けてもらいたいですよね、うん、特にもちろんね、浦和のファンの人は当然ですけど、その他じゃなくても別にそんなにサッカー興味ない人でもやっぱりあれをタッチパネルを見たことによって、うん、新たなやっぱりファンの開拓にもつながるというかですね、好きになる人が多いんじゃないですか。本当そうですよ ね。ここでこう触れてもらうことでそのまま埼玉スタジアム行きのバスに乗ってもらうっていう、うん、そういうのは大事ですよね。素晴らしいね。ここそのうち渋滞しちゃうか分かんない。そう
かもしれないです、ね、みんなこうやって触ってばっかりいるから渋滞し始め大変なことになっちゃうからね、うん、ねえラジオで放送するか分かんないよ今渋滞箇所あそこですでもそれぐらいもうね、ね本当にそれなりの人が ね来ればいいと思いますけど ねそれでここをね、通った方がね、ああいう歴史を含めてこれご覧いただくことによってそれはただサッカーってことだけじゃなくてね、浦和の埼玉の人たちの日常生活の励ましにも、うん、僕はものすごくなると思うんですよね、うん、そういう意味でね、この存在はとても大事だと思ったな、うんうんうん、あとまあ一つそのウォールの壁にねあのずっとこうどん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 出てくるようなあのまあレッズの選手も結構中心になってますけどやっぱり浦和の街並みっていうものもねあのバーってよく出てきてあこんなのもあるんだあんなのもあるんだっていうかねまあ例えば飲食もありましたしまあ月の宮神社であるとかえ少年サッカーがえー練習に向かう風景であるとかでそれがやっぱり浦和の街とサッカーと浦和レッズってのはやっぱり三位一体になってるっていうことはよくわかりますよねやっぱりねああいうのを見ていくとねだ要するに浦和レッズは27年前に旧浦和市に来ましたけど浦和はもうそのはるか昔からやっぱりサッカーの街であった、うん、これはやっぱり先人たちのね、まあ、草田さんはじめ先人たちのやっぱり功績のおかげだということを再認識やっぱりああいうものでもできるかもしれないですね、うん絶対あると思うよね。あのほら、あのロゴ新しくしましたよね。あれも意味言ってこい。あ、そうですね。あの三角はね。はい。その三角はね。あの三角はそういうことですね。ああ、なるほどね。地域とかね、人とかそういうことですからね。ちなみにこの、あのタッチパネルの中の画像って変わっていくんですか？更新されていくんですか？更新されていく予定ですね。はい。予定です。なんかどん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 変わって、といいですよ ね、うん、今あの6枚のパネルがあってそれで1枚の中に、80個ぐらいあるって言ってたかな、うん、なんかそのもちろん昔のものもずっと残しつつもこれからの子どもたちの映像とか、ええはいはい、どん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 残していってほしいですよねでそれがずっとその教科書みたいな形になっていくといいですよね、うん、えなんかありますどんどん追加していきますって書いてありますね。す僕だけですかね見えたのが小さい字だったんで今見えました。見えた。あ本当ですか。願いです。そうです。じゃあまだまだ大丈夫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 。見えた？僕見えましたよ。見えた見えた。僕一番近いですから。はい、見えなかったけど。でも大事なのはやっぱり残しておかないとね。そうですね。そうですね。もうやっぱり大事なものはどうしてもいつまでも引き継いで、そうですね。うん、ね、うん、そこは大事だと思うよね。どん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 だからね、そう歴史っていうものをやっぱりまあ僕もまがいなりにもあの記者をやってるんで、まがいなりにも、だからそういうこう浦和のサッカー、浦和の町の歴史っていうものをこれからもっとどん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 ね、もっと勉強して勉強というか。いろんなこう先人、いろんな方に聞いてですね、後世に僕これから残していくのがやっぱり僕の仕事かななんて思うんですけどね、うんうん、伝えないといけないっていうのがあるじゃないですか。でもね、学ぶ場も欲しいですよね。うん、だからこういうところで学ぶ場もあるでしょうし、うん、なんかそのやっぱヨーロッパがなんでサッカー文化があれだけっていうところも含めて考えると、うん、多分語り継がれていくからこそだと思うので、そうですね、まあ、僕も勉強しなきゃなって思う。語ってよ。浦和のサッカー、それとね、僕サッカーで言うとね、あの J リーグが始まるときに川淵三郎があの準備室長になったんですよね。その頃僕新聞記者やってて、それで川淵三郎を励ますことを、ね、新聞に書いたことがあるんです。それはね、シュートなければゴールなし、どんどん打てっていう、つまりね、どん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 思い切ったことをね、次々やる、もうね、勇気を持ってやっていくっていうことがとても大事なんだ。それがなきゃシュートがない、ね、シュートがなきゃゴールないじゃないか。だから僕はそれはサッカー、まあ他のスポーツもみんなそうなんだけども、特にサッカーの場合はね、そういうことがとても強くある。だからこの展示がね、見て皆さんね、大いに勇気を持って新しいことにどん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 浦和の埼玉の人はやっていくというふうにね、なってくれたらいいなとも思いますよね。鈴木さん、ちょっと改めて浦和に来てどうでしょうか。浦和でこう十数年こう活動されて、はい、浦和にも現役引退された今も浦和の町にちょくちょく来てますけど、はい、浦和の町好きですか。
今これで好きじゃないって言ったらおかしい話になっちゃうんですけど、いや、本当に僕の中では、まあ、静岡も、まあ、ふるさとですけど、浦和っていう町の方がなんかその自分の意識がある中で言うと年数的に長いんですよ。ああ、確かに。そうですね。なのでもう何ですかね、僕にとってのふるさとというか、うん、まあ本当にこう育ててもらった町として、うん、もうそれは何ですかね、好きとか嫌いとかそういうものではなくて、あの感謝ですよね。もう育ててもらったからこそ恩返ししたいっていう、もうそういう町です。嬉しいね。そうやって言ってくれるっていうのはね、本当ランニングでして嬉しいよね。うん、そう、ね。もうだから僕静岡帰るとよそ者来たなみたいな感じで思われてますもん。うん、まあね。僕あれですよ。選手の時に、あの日本平のスタジアムにこう選手バス乗り入れるじゃないですか。で降りて、あのだいたいスタジアムの外からあの。サポーターがこう顔を乗り出してバスが見れるわけですよ。そう、あそこね、ゴール裏のところね。ゴール裏のところ、ね、僕が降りてったら第一声、裏切り者なんですよ。清水のサポーターからエスパルスから僕オファーなかったんだけど裏切り者って言われてもみたいな。それだけ成長したってことだよね。そうだよね、成長してなきゃ言われないもん でしょ。それは嬉しいな、ありがとう。ちょっと今タイミング非常に悪いんですけど、まあ18年シーズン開幕したばかりですが、その話するんですか。いや、ちょっとだけ、ちょっとね、やっぱり、まあ、浦和レッズレッドボルテージですからね、うん、まあちょっとね、今年リーグ戦3試合、ナビスカップじゃない、ロバンカップ2試合ですけど、ちょっと出だしが悪いですけどね、草田さん、うん、レッツどうご覧になってますか。僕ね、これは川口さんなんかともよく話すんですけどもね、浦和レッズのまずいところね、これはね、日本代表のまずいところとものすごくよく似てるんですよ。ほほ、というと、つまりね、点の取られ方がとってもよく似てるの、ね、それで結構いいとこまで行ってんだけど、ふわっと逆襲食らってね、入れられるとかね、うん、そういうのがとてもよく似てるの。だからね、僕は浦和レッズの我々見てるとね、日本代表を見てるような気分になることもあるわけです。でそれは一つで言うとね、どういうことかっていうとね、なんていうのかな、まあ野暮ったさというのと違う、ヤボタさんが足りなすぎるって面ももちろんあるんだけどね、それ一番やっぱりね、日本代表とレッズを通して、これはレッズだけじゃなくて J リーグ全体について言えるんだけども、転ぶなって話ですよ。あ、やたらに転ぶなって。レッズもね、僕が見てるとね、転ぶことが多い、転んだら早く起きろっていう気分ね、そういうところがやっぱり一つ一つ積み重なっていくとね、なかなか勝てないかなと、うん、特に開幕の時はね、うん、要するに転ばない、転んでもすぐに起きるぞっていう、うんうん、そういう激しさが最初からバーッと爆発的に出ていかないとね、うんうん、なかなかね、いかないんじゃないか、そんな風に、ね、はい、思いますね。励ましたいんです、はい、そう言って、落合さん、クラブの方ですからなかなか言いにくいと思うんですけど、ね、ですね、いや、まあ、今年のことはいいとしても、うん、去年のやっぱり ACL は素晴らしいファイティングスプリットを示してくれましたね。その前に、今草田さんが転ぶって言ったでしょ、なるほどなと思ったのは、私もサッカーやっててディフェンダーなんですけど、スライディングってあまりしないんです、うん、スライディングしちゃったらもうそこで終わりですから、終わりだからね。だから最後の最後までスライディングは残しておく、うん、それがベッケンバーだった。だからああいう風な選手になりたいっていうんで、もう細心の注意を払いながら、ね、何を考えてるのか、これフェイントがあるのかなとか、いろんなことを考えて、うん、ここでスライディングしたらフェイントかけられるぞ、うんうんうん、もうこっちは身体になるぞ、それまずいぞっていうことばっかり考えてましたから、うん、だからそういう意味では転ぶっていうことと、はいはい、スライディング、
同じように捉えると、なるほど、なるほどな、ちょっとみんなもうちょいいろんなことを考えろよって思いますよね。それ ね、 それね、僕とても大事なこと、はい、つまりスライディングどこでするかっていうのはね、 その場だけで考えちゃったらダメ、スライディングする前に全体が頭に入ってる時にね、 そこでここはスライディングするしかないっていう判断がね、はいはい、全体を見る中でそこで生じるわけですよね。本当スライディングしなかった、うん、最後の最後までしかしないから、その回スライディングしたら絶対に当たらないといけないね、うん、かぶったら大変なことになる。なるほど、それがね、そういうことを考えてディフェンスするっていうのが大事なんじゃないのかなと思います、うん、そしたらこの前のヘディング、あんなポジションないよ、ね、あ、もうほらこれ言い過ぎちゃうでしょ、そうですね、ないよ、ありえないよ、あれは。あの去年の秋のようなあれですね、うん、もう一度こう、まあね、だからマイボールを大事にして敵ボールを奪いに行く姿勢が欲しいですね。で、要はあの ACL の話になりますけど、あの優勝はやっぱり感動ものでしたね、うんうんうん、あれ全部ね、うん、どっちかしたら戦況悪いでしょ、うん、なんかこれ今度勝てないじゃないの、勝てないじゃないの、勝てないんじゃないの、うん、ね、川崎さんなんかはまさにそうだよね、うん、それをやって勝ってきた、その時の選手の気持ちもう一回思い出して、うん、どういうやり方してたのかな、どういう気持ちでやってたのかなっていうのをみんな思い出してやれば大丈夫だと思うよ。鈴木さん、それは分かりました。鈴木さん、どういうふうにご覧になって、これからの、まあ、展望というか、まだまだ始まったばっかりなんで、先は長いですか。お二人がおっしゃることっていうのは、もうサッカーをやる上でのベースだと思うんですね。こういうことがないと、チームとして戦えないっていうところだと思うんですけど、まあ一つその、まあ、チーム事情で言うと、まあ、若干あの、いろんな準備とかいろんなこともあるんですけど、ちょっと不運だったなと思うのはラファエル・シルバがあのタイミングで移籍したっていうのは、まあ本当にサッカーはこう予測しなければいけない、もう試合の中でも外でも予測しないといけないと思うんですけど、やっぱさすがにあれだけすぐにフィットしてあの活躍してくれたあのラファエル・シルバがあのキャンプの2日目ですかで移籍してしまったと。でこれは準備とかいろんなものあったにせよ、あの非常に不運だったなと思いますね。特にあのその形で ACL も勝ち上がっていきましたし、自信、それからコミュニケーションっていうところもあったと思うので、うん、まあ、あの彼は一人で打開してゴールを奪えるような選手だったので、まあ、そこが若干まだまだあの新しく加入した選手たちが、チームにフィットなかなかできてないっていうところも含めて、うん、まあ、今の状況を生んでしまっているかなっていうのは、うん、まあ、そういう見方もできるなっていうところはありますよね、うんうん、なるほどね。まあ、ただ今のこの状況はまあそれを考えてもまあ何とかしなければいけない状況だとは思いますけど、うんうん、奥田さん、これからのね、ずっともう100年近く前からこう発展してきた埼玉のサッカー、あれ、まあ浦和のサッカーと言ってもいいと思うんですけど、うん、この浦和レッズと共に歩む、なんて言うんでしょうか、浦和の町、うん、まあ、埼玉市というよりも指定ですけど、うん、他の浦和市、旧浦和市というのはどういうふうなこうこうきょなんて言うんでしょうかね、タッグを組んで、市民と町とクラブがタッグを組んでいけば、昔のようなこうですね、浦和高校や西高や私立や浦和南高校がですね、うん、こう本当に全盛期を誇った隆盛を誇った時のようですね、うん、もう本当にオラが町のこう島になるような、はいはい、クラブと町になっていく、と思いでしょうか、うん、そうですね、僕この町のね、一つの素晴らしさはやっぱり隣ご近所ってものはみんな大切なものとしてあるわけですね、うん、これからももっともっとね、ご近所付き合いっていうのがどんどん薄くなっていくでしょ、はいはい、そうですね、そうじゃなくてね、ここはやはり浦和レッズサッカーってことを一つの軸にしながら、はい、ご近所付き合い、近所の人たちをお互いに大事にし合うっていう、そこをガーッと押し詰めていくとね、この町はもっともっと暮らしやすい、うん、いい町になっていく、その真ん中にレッズがあらなきゃな、いてくれなきゃいかん、こういう思いが強いですね。そうですね、その昔はそこに高校サッカーが中心にいたわけですからね、うん、はいはいはい、それが今、まあ、高校サッカーも、まあ、若干ちょっと裏割り少し力を取れてますけど、またレッズが強くなるのとともにやっぱり高校サッカーも復帰してほしいっていう願いもやっぱり市民の方たち、そうです、ね、たくさん持ってると思うんですよね、はい、内田さんなんか その辺はいかがですか。そういう意味ではまさに私がやってる仕事、あーあーというか、今日も小学校行って自習をやってきてるんですけど、うん、もうそれは年間140校行ってますから、
幼稚園保育園が130行ってますから、やっぱりそうやってそういう小さい子どもたちと真剣になってサッカーの話をしてるわけでしょ、うんうん、それがすっごい大事だと思う、うん、思ってこっちは信じてやってるわけですけどね、うん、それが一つになってサッカー楽しみな、はい、いいな、応援しよう、うん、そうなってくれるんじゃないかなと思ってますよね、うん、昔はおじいちゃんが孫に浦和のサッカーの歴史を語り継いでましたよね、うんうん、あの縁側とかでね、おじいちゃん、おじいちゃん、あ、そういう歴史がやっぱりあったんですか、もうおじいちゃんですかね、すいません、すいません、いや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 鈴木さん、それはどうでしょうか、あの例えば静岡との対比だったりして、まあ、静岡との対比というよりも今そのサッカー界とかスポーツ界が、まあ、何とこう競争しなければいけないかっていうことを考えると、まあ、エンターテインメントっていう部分で考えるべきだと思っていて、うん、要するにその魅力のあるものとか面白いコンテンツであれば人を集まる、ただそれがあの今はこう娯楽がたくさんあるじゃないですか、うんうんうん、しかもどこにいてもどんな風にでも楽しめちゃうっていう問題もあるので、うん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 、そのためにはやはりその先ほど落合さんがおっしゃられたように教育であったり、そういったその町行政とのあのタッグの組み方であったり、これはそのたくさん人が集まるコミュニティの中に浦和レッズがあるんだよ、これが我々のプライドだよっていうものを持たなきゃいけなくて、今普通になんかいろんなコンテンツと勝負してもなかなかその難しさもあるじゃないですか。でもやっぱスタジアムに来てもらったらこんだけ楽しいんだよ、やっぱライブエンターテインメントは浦和レッズだよねって言ってもらえるような存在にならないと、やっぱ他 の, その競争力に勝てないと思うので、まあここはあのチームがまあこれから魅力のあるサッカーをする、もう当然昔からの課題だとは思いますけど、ずっとやってることだと思うんですけど、まあこれをさらにあの視野を広げて教育とかエンターテインメントとかそういったものをもう多方面から見なきゃいけないかなって、そういう時代になってきてるんじゃないかなと思いますね、うん、ね、あまりにもこう娯楽が多すぎる時代になっちゃいましたから難しいんでしょうけどね、昔のようにこう例えばねスポーツだけというわけにはいかなくなっているのかもしれないですけどね、でもやっぱりここは浦和ですから、うん、でもそうですよ、あの僕はもう埼玉スタジアムであの人の熱気だったり、うん、嬉しい感情とか悔しい感情とかもう本当にこう揺れ動くものっていうのがやっぱ人の心を動かすじゃないですか、うん、まあ、それこそ本当のエンターテインメントだと思うので、うん、ぜひ皆さんにはスタジアムに足を運んでいただきたいなと思いますけどね、うん、もう全く身をもってね体験されてきたわけですからね、最近までね、そうだね、僕始まった頃ね駒場へ行くわけですよ、はい、それでね僕歩いてずっとみんな行ったんだけども、それで歩いていくとね、路地から路地からどんどん旗を担いだね人たちがね、路地からどん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 出てってね、それでみんな合流して、それで駒場へね、こう流れ込んでいったっていう光景、今でも忘れられないの、うん、それもすごくいい、あの光景ですもんね、そうですよね、素敵なものですもんね、うん、ね、旗も旗担いで、ね、ですよね、路地の路地という路地からね、みんな出てくるんだよ、うん、外国みんなそうだもんね、うんうん、そうですね、外国どこ行ってもそうでしょ、うん、いつの間にか集まってるよね、やっぱりあのグッズもやっぱり大事ですけど ね、 そうですね、はい、のいいよ、もうワク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 してくるから、うんね、それができるのが浦和なんじゃないですか、そうそう、いやいや、そうなん、やっぱりね、はい、夢を見させてくれるのがこのクラブとこの街だと思うんですよ ね、 ね、うんうん、やっぱりね、浦和ってやっぱり不思議な街なんですよ、やっぱりね、このプチブルジュア階級が多いわけですよ実はね、そう、実は浦和ってのは、そう、プチブル階級って言いますけどねまあ口うるさい人が多いですよね、口澤さんね口うるさい、まあいい意味で、ね、まあね、いい意味でね、そうですね、はい、そうですね、興味があるってことですか、うん、そう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 、うん、そうね、そうそう、だからこの街だったらやっぱり非常にこう、なんていうのかな、成功する土壌が広がってるわけだから、うん、いろんなこうメソッドを使ったりして、ね、そうですね、だから先ほど申し上げたようにシュートなければゴールなしでね、はい、いろんな問題にどん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 積極的にね、うん、乗り出していくという、うん、そういう雰囲気があれば、はい、この街が明るくね、うん、本当に元気になっていくんじゃないかと思うんだな、うん、本当ですよね、ある意味、うん、浦和レッズが来たことによって浦和市は、旧浦和市は明るくなったわけじゃないですか、うん、浦和って東京から30キロで県庁があって、あとうなぎがしかないって、何も自慢するものがなかったわけですね、高校サッカーを除くとほとんど、うん、でそれによってレッズが来てこう浦和の町っていうのがね、
日本中に、まあ、アジア中って言ってもいいかもしれないけど知れ渡ったわけだから、これもっとね活用しなきゃいけないと思うんだよね、うん、土地を。それこそもうあのインバウンドじゃないですけど、もうそういう需要も絶対ありますからね、うんうん、あるんですよ、ね、やっぱもうあのアジアの皆さんはアジアチャンピオンズリーグで2回優勝してるっていうのでも知ってるわけですからね、うん、来ていただきたいですよ ね、 そうだね、まあ、本当にもう またこれからもね浦和の街浦和レッズ活性化に向けてあの皆さんご尽力を願えればと思うんでね、よろしくお願いします。若い鈴木さんはどん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 先頭来て頑張ってくださいなんで若い鈴木さんだけ、うん、若い鈴木さんだけ一応若い、うん、あ、おじゃさんも若いですけどね、うん、僕だってまだ若い。あ、そうです。そういう言い方じゃないです。最後は菅野さんが怒られるっていう、ね、そう決まってんで、ね、もういつもねあの3枚目役なんでね、うん、そんな感じで、うん、じゃあそろそろあのお時間が来たんで今日本当に長い間楽しいお話をまだまだねあのあと1時間2時間やってるんですけどちょっと時間の関係でこれで本当に今日貴重なお話を皆さんありがとうございました。ありがとうございました。あの向こうの方にじゃあそういうことで、はい、またじゃあまたお会いする日をまた楽しみにしてますんで、ありがとうございました。どうもありがとうございました。サムです。